皆さん、こんにちは。アコです。東京は10月になってだんだん秋らしくなってきました。東京では7月、8月が夏でとても暑いですよね。そして9月も残暑が続きます。残暑は残るという漢字に暑いという漢字で残暑ですね。まだ夏の暑さが残ってるっていう意味です。9月も残暑が続きます。 そして、だんだん涼しくなってきて、秋ですよね。私は秋が一番好きな季節です。秋はエアコンも暖房もいらなくて、外を歩くのにちょうどいい気温で、そして、なんというか、あのちょっとひんやりした空気が大好きなんですよね。そして秋はいろんなことを楽しむのに一番いい季節だと言われています。 食欲の秋とか、スポーツの秋とか、読書の秋とか、そういう表現がよく使われるんですけど、聞いたことあるでしょうか食欲の秋は食欲、食べたい気持ちですね。夏の間は暑すぎて、あまり食欲がなかったかもしれないけど、秋になると涼しくなるし、 秋の美味しいものもたくさんあって食欲が出てくるっていう意味ですね。今日もいっぱい食べちゃった。食欲の秋だからしょうがない。とか、そんな風に使うことができます。スポーツの秋はわかりやすいですね。秋はスポーツするのにちょうどいい涼しさだから、秋にスポーツを楽しみましょうってことですね。そしてもう一つ。 読書の秋ですね読書って本を読むことですよね。読書の秋はそうです。秋は読書にぴったりな季節ですねってことですね。私はスポーツはほとんどっていうか全然しないんですけど読書は好きなので読書の秋って言葉が好きです。この秋はどんな本を読もうかなーって考えています。 私は最近はいろんなものをネットで買うけど、本を買うときはやっぱり本屋さんに行ってゆっくりいろいろ見ながらどれを買うか悩むのが好きなんですよね。そして、時々電子書籍も買いますが、場所取っちゃってもやっぱり紙の本が好きっていうのもあります。あと、オーディオブックじゃなくて自分で読みたいんですよね。 これは多分ペースの問題かなと思います。自分で読んだら自分の好きなペースで読めますよね。私はツイッターでだいたい日本語とか私のレッスンについて話しているけどもちろん私がフォローしている人は日本語のことだけじゃなくていろんな話題について話してます。その中でもおすすめの本を見つけたりできるっていうのは 私が SNS が好きな理由の一つですね。特に自分が直接知っている人がおすすめしている小説があったりすると読みたいって思います。この人こういう小説好きなんだとか、この人の感想面白いとか発見が多いです。ツイッターで読みたい本を見つけて、その時はとりあえずブックマークしておいて、 あブックマークってツイッターのブックマーク機能ですね。それで後でまとめてブックマークの中の本を見てどれを買うか決めます。皆さんは日本語で読書してますかもし読書したいけどなんかハードル高いなとか、やっぱり小説は難しそうだなとか思っているのであれば、 私のおすすめは、まず短編小説から読み始めることです。短編小説っていうのは、一冊の中にいろいろな短い小説が入っているものですね。長い小説だと、ゴール、読み終わる日が遠すぎて、モチベーション保つのが難しいと思うんです。だから、まずは短い小説からスタートして、読む楽しさと、あと最後まで読めたっていう達成感と、 両方味わえたら次につながるかと思います。私のウェブサイトで日本語学習者向けにおすすめの本を紹介しているんですけど、見たことありますか私が読んだ本の中でおすすめのものをウェブサイトで紹介しています。3つのレベルに分けておすすめしています。一番簡単なものは N2 ぐらいのレベル。 次が N1 レベル。そして一番難しいものは N1 合格しても辞書使わないと難しいと思いますっていうレベルです。まあ、全部なんとなく私が感じたレベルで分けたものなので、そのレベルはあまり参考になるかわからないけど、少しずつそのリストに本を追加していってるので、もし読書が好きな方はぜひチェックしてみてくださいね。 私のウェブサイトは日本語レッスンズ .com 日本語レッスンズ .com です。よく絵本なら簡単だから絵本を読むという話を聞きますが、絵本でもいいけど、とにかく自分が本当に読みたいと思うものを探すのが大切だと思います。逆にちょっと難しくても、本当に読みたいものだったら読むと思います。 読書は教科書ではないから、レベルだけではなく、読みたいかどうかで選んでほしいと思っています。そうそう、絵本といえば、最近とっても素敵な絵本に出会ったんです。絵本といっても、かなり字の多い絵本なんですけど、猫の話で、私も息子も大好きな一冊です。近いうちに、その猫の絵本の紹介も私のウェブサイトに書きますね。 私のウェブサイトはもう一度日本語レッスンズ .com です。その中のブックスのページをご覧ください。では、今日はそろそろ終わりにします。このポッドキャストのトランスクリプトは私のパトレオンで毎月5ドルのメンバーの皆さんにシェアしています。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。では、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。